限界はこんなもんじゃない。限界を知るためにそれ相応の相手が必要。今のあなたと互角に戦える相手なんて一人くらいしか思い浮かびませんよ。そんな奴がいるの。なるほど、そいつは面白い。でもその方をお呼びしましょう。お礼はカップでもいただければ。俺にぴったりの相手だ。ウィッサン、よろしく頼む。交渉成立ですね。ただものではなさそうだね。あらあら、お手柔らかい。今までのよりと同じだけどね。本気でかかってきてくださいね。私なら大丈夫ですから。ベジットブルーの力見せてやるぜ。なるほど、面白いじゃねえか。これなら全力で戦うことができそうだ。それではまずウォーミングアップから。それそれ、その目に焼き付けるのだ。くとどきに、少しは楽しませてくれそうだな。まとめてかかってきな。まだまだだ。俺に勝つつもりでいるのか。つまらない冗談だぞ。これぐらいでいい気になるとは浅はか。こんなところでやられるわけにはいかない。前のような戦士がいるとはな。その程度になってこと。さばきの時だ。倒せるとは。俺たちにかなうかな。不死身の我に会えるくはない。私にかなう奴がいなくて退屈していたところだ。少しくらいは楽しませてくれよ。こんなに早く最後の手段を使わざるを得ないとは。なんだその得意そうな面は。これくらいでいい気になっているのか。この俺を脅かす者が存在する。ここまでか。おお、やるじゃねえか。
問題ない。この戦い受けて立つ。私の六千度の炎を味わわせてやろう。ならその後は私の力で凍らせてあげます。なぜこの私が。今度はこの俺が相手をしてやろう。一瞬で切りをつけてやる。私は六千度の炎を操る。お前がどう戦うか見せてもらおう。バカな、予想外だ。自分のないものがここまで。満足。全力で戦ったのだから。ここまでは大したものだ。だがお前はここで終わりだ。ふざけるな。信じられるバカだ。この俺が、この俺が。ドラゴンボールに注がれた欲望から俺は生まれた。サマラの醜い。なかなかいい腕だ。実力を見せたらどうだ。力は隠してるんだろう。じゃあ始めるか。覚悟しろよ。面白くなってきたぜ。あらあら、完全に周りが見えていない状態ですね。何を言っても多分聞く耳を持ちませんよ。私はここで応援してますから、そんな怖い目で見ないでください。我を忘れているか。おなしくしろ。強い。ここまで追い詰めてやったのだとは。
動きでは倒されるぞ。今のは聞いたぜ。でもまぐれは二度は怒んねえ。できるじゃないですか。